公開されているのは、来年4月に加藤神社の拝殿に飾られる天井画の一部。中央には加藤清正、その横には虎が描かれています。手がけたのは画家の井上文太さんです。加藤清正の本来の平和と共生を望むっていう絵を描けるなら、描いてみたいですっていうことで。虎狩りで有名な清正ですが、絵では虎が寄り添うことで平和と共生を表現しています。優しい虎というのは見えていいなと思いますね。なんか熊本の神話みたいな感じです。展示は来月30日までです。